はい、では最後のコマになるんですけど、私の方からは、RDF 化した自分のデータと既存の生命科学 RDF データを統合して利用する方法ということでお話しさせていただきます。本日の資料は今日の、こちらに書いてある URL で、見れますので、もしよかったら見ながら聞いていただいてもいいですし、あとは RDF 講習会3のページにもスライドをリンクしています。大体皆さん初めましてなんですけど、私はフリーランスエンジニアの岡別府と申します。大体この数年というか5、6年ぐらい、RDF に関わるデータベースの構築だとか、いろんな研究者、大体ライフサイエンスなんですけども、研究所からデータをいただいて、それを RDF 化してアプリケーションを作るというようなところの、システムを構築したりしています。で、私自身はそのライフサイエンスに関してあまり、知識がないので、もし今日、喋る内容でちょっとおかしいかなって思うところがあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。今日はデータを統合するというところのお話をするんですが、喋る内容の順としては、まずデータ例、今日どういうデータで喋っていくかっていうのを説明してから、次に実際にデータをつなげていくっていう手順ですね。つなげたい相手の URI を指すという手順になるんですけども、どうやってデータを統合していくかっていうことを話します。で、その後つながった実際のデータをどうやって利用していくかっていう、アプリケーションとか解析とかになるんですけども、アプリケーションからどう使うかということを話します。で、最後に、つなげるにあたって、より多く広くデータをつなげるためにはどうすればいいのかっていう工夫だとかを少しお話しさせていただきます。はい、じゃあまずサンプルデータ例、特に私は詳しくはないんですけど、稲のデータベースをちょっと今回使わせていただきます。オリザベースと言うんだと思いますけども、稲の系統情報や遺伝子の情報などを取り扱っているデータベースということで、NBRP さんが、管理をされているデータベースだと思います。この中で、今日はオリザベースの遺伝子情報をちょっと RDF 化してみようかと思います。で、一つの遺伝子の情報が記されたページというのがありまして、この中に遺伝子名、例えばシンボルとして PISH だとか、シノニム、イモチ病抵抗性とかってあるので、イモチ病に対する何かの、遺伝子なんだろうなという感じです。で、URL を見てみますと、 HTTPS の、資源 .nig.ac スラスラとあって、最後に269番とあって、この269をいろいろな番号に変えると違う遺伝子がバーって出てくるので、おそらくこのデータベースの仕組みは分かりませんけど、おそらく裏で RDB だとかがあって、その中にある ID が269番9番なんだろうなというように推測しました。で、この先ほどの269番の遺伝子について RDF を簡単に変換すると、例えば、ラベルは PISH ですよだとか、シノニムが何個かありますと。で、ジーンシノニムという名前で、イモチ病抵抗性っていうのがありました。で、ラップ ID というのもあって、これ OS なんとかっていう番号が入ってて、その他はジーンオントロジーだとか、トレイトオントロジーとかっていうのがいくつか入ってて、全部の情報ではないですけど、大体こんな感じでデータが入ってました。で、今回はそのこの RDF に変換した時に外につなげるっていう話なので、どこがつながるかなということを検討した結果、外部にデータがつながりそうなものは、まず1つ目はラップ ID っていう、これは、他のデータベースの ID を指してるみたいなので、そのデータベースの ID がつながるだろうと。あとはオントロジーなんかもきちんとつながるはずだということでピックアップしました。で、まずラップ ID が何なのかっていうのを調べてみたんですけど、ちょっと間違っちゃすいませんけど、ラップ DB っ
っていうのがあって、 The Rice Annotation Project DB っていうのがありまして、そこで使ってる RAPDB の ID なんじゃないかなと思ったので、おそらく RAPDB の ID を指しているということで、これをちょっと他のデータベースと統合してみたいかなと思います。これが先ほど今日使うデータの説明です。でその次に実際につなげたい相手の URL を使うということでつなげてみたいんですけども、RDF ではどうやってデータをつなげるかというと非常に単純で、 URI を揃えるっていうことによってデータをつなげることができます。先ほど山本さんがお話してた、RDB の話だとジョインとかって普通に RDB とか作ってるとテーブル間の結合だとか言うと外部キーだとか主キーだとかを紐付けてってなるんですけども、 RDF ではそういう考えなくてただただ URI を揃えるというだけになります。で、できれば RAPDB の ID をURI 化したいので RAPDB の URI を使いたいところなんですけども、 RAPDB 自体は RDF 化まだされてなかったみたいなので代わりに、ユニプロットの方に、RAPID とおぼしき ID が含まれていたので、今回はユニプロットの方データベースにつなぎたいなと思います。で本来であれば RAPDB の RDF があれば一番良かったんですけども、ユニプロットも先ほど川島さんから説明があったようにユニプロットを介していろんなデータがつながっていくと、プロテインを介すんですけどもかなり他のデータベースとつながりがあってハブになるようなデータベースなのでユニプロットとまずつなげようということになります。で、まずリテラルだったものをユニプロットが使っている URI に変更します。で例えばこのオリザベースの方が、自分のデータを RDF 化するときにラップ ID とはこういうユニプロットの URI だよっていうのを指しておいて、でユニプロット側ももちろん自分で使ってるユニプロットの ID がラップ DB を指す ID があるの でここが揃ってさえいれば別々のデータベースにあったとしてもデータとしては揃っている、 RDF としては完全に揃っているということになります。これがデータをつなげるという意味です。ここまでは大丈夫でしょうか。じゃあ実際このそれぞれのデータをどうしていくかっていうことで、今度は次はこのデータを扱っていくアプリケーション側の紹介をしていきます。まずつながったデータを利用するということなんですけども、まず RDF、 例えばオリザベースで作った RDF について、RDF であって手元にあってもしょうがないのでデータベースに入れていきます。でそういう手順が必要です。で作成した RDF ファイルを RDF ストアにロードすることで検索可能となると、今日ちょっとお話が出てきたか分かりませんが RDF ストアっていうのはリレーショナルデータベースみたいなもので、データベースの一種です。でこの製品 RDF ストアにもいろいろな、製品があって、RDB だと Postgre だとか MySQL とか Oracle とかありますけど、同じようにバーチョースだとか StarDock とか有償無償のデータベースがありますので、お好みのものを選んでいただいて、大体その RDF を入れる機能が、このファイルを入れてくださいねっていうような機能がありますので、データベースに入れますと。そうすると RDF ストアの特徴なんですけども、必ずエンドポイントというものがついてまして、 Sparkle で検索できますというような口があります。なのでファイルを入れた後にスパークルで検索することができますという流れになります。はい、でこれ実際に私がこのノート PC の中で、データベースをインストールして、その中にオリザベースからの TSV があったので、それをちょっと RDF でゴニゴニって変換して、データベースに入れると、こういうエンドポイントと呼ばれるスパークルを書く口がついてきます。で、データがオリザベースのデータがロードされている状態だと、ここにスパークルを書けば
結果が出てくるよというような状態になります。でスパークルエンドポイント自体は今ウェブページで見てますけども、これが実際私がノート PC で動いてる、データベースのエンドポイントです。で、ここでクエリとすると、結果返ってくるんですけども、例えば、別にウェブページは見たくなくて、システムから使うよって言ったときには、ここを JSON とかに変えていただいて投げると、まあ、JSON でデータが返ってくる、よりアプリケーションが扱いやすい形で返されます。こんなふうに、データを入れてしまえば自分で好きなようにクエリが書けるようになりますという状態です。ではこの自分が今データベースをローカル環境に立てて他のデータと混ぜ合わせるっていうとこどうするかっていうと、3つほど構成が考えられまして、1つ目は各エンドポイントからデータを取得します。で2つ目は代表エンドポイントからデータを取得で、最後は、全 RDF データを自前の RDF ストアにロードして取得しますっていう、大体3パターンになるかと思います。1つずつ説明していきます。各エンドポイントからデータを取得ということで、それぞれのエンドポイントに問い合わせます。例えばここにアプリケーションの何か、コードがあったとして、稲の遺伝子の情報をオリザベースから入れたこのローカルにあるエンドポイントに叩いて、ある情報、遺伝子の稲の情報を取ってきます。でその後にその問い合わせの結果を元にしてユニプロットの方にすでにエンドポイントが外部に公開されているので、それに対してスパーグルをかけて、データを取ってきますというようなことができます。で例えばなんですけども、こちらがローカルの環境に立てたオリザベースのデータで、1万何歩かの遺伝子の情報があったんですけど、その中でイモチ病に関連する遺伝子を取ってきてくださいというようなことをスパークルで書いてやると、数十件の遺伝子がバーって取れまして、でその遺伝子に対してラップ ID というものが振られている場合があります。でこのラップ ID を振られているものに対して、先ほどユニプロットの URI と揃えたので、このラップ ID を元にしてユニプロットのスパークルエンドポイントに対して、さらにこの遺伝子に対して詳しいユニプロットのプロテインの情報をくださいだとか、さらにそこからつながっているデータをくださいっていうようなことがスパークルで書けることになります。なので自分の中で、ユニプロットデータ何一つ持ってなくても、すでにユニプロットはスパークルという、問い合わせの口を公開してくれているので、簡単にこういうことができるようになります。でもう一つ、方法、二つ目の方法なんですけど、代表エンドポイントからデータを取得というので、これが割とスパークルというか RDF で非常に珍しい問い合わせの構成になるんですけども、スパークル自身は他のエンドポイントにデータを問い合わせて混ぜ合わせて返してくるっていう機能がありまして、例えばアプリケーションからは稲の情報、自分のローカルのエンドポイントに対してクエリを投げます。でこのエンドポイントのローカルのデータベースがさらにユニプロットに問い合わせていくっていうような、で、データを混ぜ合わせて返してくるっていうような機能があります。これをフェデレーテッドクエリとかいうような名前で呼んでいます。これ
スパークル的に書くとちょっと今日はあまり説明することができないんですけども、まず自分のエンドポイントに対してクエリをかけるんですけども、その中で、自分が探してきたデータに対して、例えば胃もち病抵抗性の遺伝子をリストアップして、それに対してまたユニプロットのからデータ取ってきてくれよというような、複数のエンドポイントにをまたがって収集してデータを返してきてくれるような仕様が Sparkle のサービスクというものを使えばできるようになります。これ非常に特徴的でいい機能なんですけど、ちょっと残念ながら各 RDIF ストアで使ってみたんですけど、サービスクは割とまだ実装が弱いところがあって返しが遅かったり、今回もエラーでちょっと跳ねられてしまったんですけど、ユニプロットの方との調整ができてなかったらなかなか動かないので、まだちょっと使える部分が少ないかなという機能です。これがもし実装が進んでいったらいい機能になるかなと思っています。はい、で3番目に最後の手段なんですけど、全 RDF を自前の RDF スタにロードして使うということで、先ほどオリザベースから RDF のファイルを変換して自分のところに入れましたけども、ユニプロットも全部入れちゃうと。ユニプロットのデータは、エンドポイントもスパークルが叩ける口も用意してますけども、 RDF ファイルを、ダウンロードできるように公開してくれてますので、 FTP サイトだったかなから、例えば稲の部分だけっていうのは多分なかったと思うんですけど、植物の関連のユニプロットプロテイン全部取ってきてよっていうようなことを書いて全部ロードしてやると自分のところで混ぜて使えると。そうするとまるで自分、全て自分のローカルの環境にデータがあるので、早いスパークルですぐ返ってくる、データも混ぜ合わせられるた状態でクエリが書けるということになります。これ非常に安定的に稼働するんですけども、最新のデータを保持するためにはデータ更新が必要で、ユニプロットなんか月1回ぐらいデータ更新されますので、またもう一回来月になったらまた入れ直して新しいデータでクエリをかけていくというようなメンテナンスが必要になります。最後におまけなんですけども、今まで言ったみたいな形で全てのデータベースが RDF である必要っていうのは全くなくて、例えばオリザベースさんが RDF 化しなくて従来の RDB のまま使いたくて、でもユニプロットのデータもちょっと見たいよっていうような時には、自分は今までどおり SQL 文でアプリケーションを作っておきながら必要になった時だけエンドポイントを叩いてユニプロットのプロテインのデータを取ってくるという構成も全然ありです。で逆に言うと、これエンドポイントさえ公開しておけばユニプロットはデータが使われやすくなるということなんで、オリザベースさんもRDF 化してエンドポイントを公開しておくだけでも他のデータベースから部分的に使われる可能性が高くなりますよというお話になります。でこういうふうにアプリケーションを作っていく形なんですけど、最後に広くデータをつなげるためにということで少しだけ工夫が必要だったりする部分があるのでちょっとご紹介させていただきます。まず他の方々も、朝午前中川島さんなんかも話されてましたけど、RDF をつなぐためには、共通の URI を使うということが非常に大事になります。で例えば稲を表す URI について私はちょっと業務的にいろんな研究者の方からデータをいただいて、これはこの生物種だよとかってよくいただくんですけども、全く同じ生物種を表すにもかかわらず URI が違うということはよくあります。例えば DDBJ だったら DDBJNIGACJP オントロジータクソノミ4530、ユニプロットだったらユニプロットの4530で、この間見つけたところなんですけど、農作物語彙体系って呼ばれているところも稲のデータを持ってるんですけど全く違う URI を使っていると。で DBpedia も稲を表す URI があるんだけども、こっちはもう数字を使わず名前で書いてあると。でこういうのデータベースに入れるとこれとこれが一緒ですよっていうことはデータベースには分からないので、
できれば統一してあげるものが望ましい方がよりデータがつながりやすい。でそういうのを解決する策の一つとしてアイデンティファイアーズオルグっていうサービスがありまして、いろんなデータベースと ID に対して統一的な URI を提供してくれるサービスがあります。でフォーマットとしては URI のフォーマットとして HTTP の identifiers.org のデータコレクション名と ID、 例えばタクソノミーのだったら identifiers.org のタクソノミーの4530って、これをみんながこれがイネだねっていうような URI として世界共通で使っていただければ皆さんのデータおのずとつながるということになります。で、まあ、identifiers org 非常にいろんなデータベースの、データセットをの URI 公開しているので、検索窓とかで例えば RISE とかで検索して出てきたものに対して、こういう identifiers の URI があるんだって言ったらそちらを積極的に使うというようなことを、進めています。ラップ ID については URI 化できたので、次に、やらなきゃいけないのはオントロジー系も必ず URI で記述しますよと。だいたい情報生命情報系のライフサイエンス系のオントロジーは URI とか、正規のものを公開していただいているので、そのオントロジーを探すサービスがいくつかあります。これ川島さんが、朝だったかな、紹介してくれたバイオポータルっていうところで、例えばトライとオントロジー探したよって入れればこういうオントロジーありますよとサジェストしてくれますし、これは EBI がオントロジールックアップサービスっていうのをやってるので、その中で例えばオントロジーに含まれている単語だったりとかオントロジー ID とかを検索窓に入れるとこれじゃないのっていうサジェストをしてくれます。で、ここをクリックするとそのオントロジーに対する正しい URI が返ってきますので、それに基づいて RDF を作っていくという感じで、例えば、このジーンにこの遺伝子に対してオントロジーはこうですっていう必ず URI 表現にしておくべきかなと思います。最後、先ほどの質問もあったんですけど、述語にも適切な URI で記述するって結構これが一番ハードルが高い気がするんですけども、述語に対して例えば先ほど私オレオレ自分勝手につけてしまったんですけど、こういうところも意味を持った URI をつけないと他の人に使いにくい RDF になってしまうということで、これも割と広く使われている同じ意味の述語を探していくというような作業が必要になります。で、まあオントロジー似たような分野のオントロジーを探していくだとか、あと共通語彙基盤とかいうのを作っていただいているような組織もありますので、そっちも見てみると。でそれでもダメだったら DBCS ライフサイエンスの分野だったら RDF ガイドラインっていうものを作っていますね。その中で、取り得る策があるのか見てみて、最終的にそれでもダメだったらディスカッション、専門家の方を集めてこれこういう意味の URI 作りたいんだけどって言ったらそれいいよねとか、そういうのはちょっと意味が違うんじゃないのとかって言いながらディスカッションしていきます。ここがちょっと一番私の思う中で一番大変なとこかなと思います。はい、そうやってURI を設計していってつながりやすいデータを作っていくと、最終的にこういうリンクドオープンデータとかって呼ばれる、いろんなデータがつながっていくというような、図を書いてる人たちがいるんですけども、こういうふうな図の一つに、皆さんのデータが入っていくということになります。でこれカテゴリーごとに色分けされてるんですけども、例えばガバメントデータは黄色だとか、緑はちょっと色が分かんないですけどジオグラフィーとかなんですけども、この赤いところがライフサイエンスなんですね。でライフサイエンスの下後ろ側がちょっと黒っぽく見えるのは、よく
リンクが貼られてるっていう意味になると思うんですよ。だからライフサイエンスの データは結構頑張ってお互いのデータを意識しながら貼っていくっていうことをしてるから、こういう全体的に見た時にこういう黒っぽい図になるんだろうなと思います。ちょっと簡単なんですけど、これで、私の話は以上になります。あまりライフサイエンスのことをよく分かってないんですけど、今回稲のことを調べて、で芋ち病っていうのを調べると、それに対するその原因がカビが付着するからとかっていうのをウィキ調べなんですけど、ウィキで調べて、でそうするとこのカビを研究している人たちが RDF 出したりしているような人たちももうデータとしてあるので、そこをつなげていけばまたそこから先にデータがいろいろつながっていくんじゃないかなと思いました。はい、簡単ですが以上になります。ありがとうございました。